アンヘル・ディマリア、アンヘル・ファビアン・ディマリア・ルナンデス。1988年2月14日帯はアルゼンチン・サンタフェ州ロサリオ出身のサッカー選手。リーグアンパリ・サンジェルマン FC 所属。アルゼンチン代表。ポジションはフォワード・ミッドフィールダー。スペイン語での標準的発音ではディマリアに近い。サンタフェ州。 ロサリオの労働者階級の人々が住むアルベルデクに生まれる。幼少の頃から非常に活発な子供で、周囲に多動性障害ではないかと心配され、母、マリアーナが小児科に相談するほどだったという。4歳で地元のクルブトリートというサッカークラブに通い始め、14歳で CA ロサリオセントラルに入団し、2005年に17歳でデビュー。当時は、 サイドバックでプレーしていたが、スピードはあるもののスタミナや、対人プレーが弱かったことから耐性しない選手とされ、コーチからは、才能がないから、他の職業を探した方がいいと言われた。しかし、2007年にロサリオセントラルを率いた、カルロス・イスチアによって、左ウィングに、コンバートされたことにより脳が開花した。2007年7月、ボカジュニアーズとの獲得争いを制したベンフィカに、 シモンサブローザの代役として移籍した。初参加となった UEFA チャンピオンズリーグではグループリーグ6試合すべてに出場た。2010年6月28日、移籍金2500万ユーロの6年契約でレアルマドリードに移籍した。クラブアメリカとの親善試合でデビューし、RCD マヨルカとのリーグ初戦にもスターティングメンバーに入れた。ソシエダ戦では、 リーグ初ゴールを記録。その後もコンスタントにプレーし、ディマリアのアンヘル、エインジェルというファーストネームから、移籍したラウル・ゴンサレスに代わる、マドリの新たな天使というニックネームを授かった。しかし、リーグ、カップ、UEFA チャンピオンズリーグと3つの大会を戦うという過密日程から、疲れたと心情を吐露した。チャンピオンズリーグベスト8でのトッテナムホットスパー。 FC 戦ファーストレグで挙げた3点目は相手監督のハリーレドナップから3点目のようなプレーを見せられてはお手上げだ。あのゴールは本当に素晴らしかったと称賛された。FC バルセロナとのコパデルレー決勝は延長前半に左サイドのクロスからクリスティアーノ・ロナウドの決勝点を演出した。2013年にレアル・マドリードが ガレスベール獲得に動いていたことにより同じポジションで、あるディマリアが移籍すると見られていたが、新監督のカルロアンチェロッティ枠、チームのバランスのための技術的な決断で、移籍史上最終日に、メスとエジルの移籍が決定したことにより、ディマリアは残留となった。開幕当初は、出場機会が減ったものの、セントラル MF としてプレーすることにより、出場機会を増やした。 チャンピオンズリーグでは、決勝で、鋭いドリブル突破から、ベールの決勝点をアシストし、マン・オブ・ザ・マッチに選ばれるなどクラブの、ラデーシマ達成に大きく貢献した。2014年夏に、レアル・マドリードが、ハメス、ロドリゲス、トニクロースらを獲得したことにより遺跡を、志願、8月26日に、マンチェスター・ユナイテッド FC に、 プレミアリーグ史上最高額の5970万ポンで移籍、伝統の背番号である7を背負うこととなった。QPR 戦でリーグ初ゴールを記録した。だが2014から15シーズンはリーグ戦27試合に出場。10アシストを記録するも3得点に止まった。2015年8月6日、フランスのパリ・サンジェルマン FC へ移籍することを、 クラブ公式ツイッター上で発表した。契約は2019年6月30日までの4年間で、背番号は11番である。これにより、マンチェスターユナイテッド FC に、プレミアリーグ史上最高額で移籍も1年で、退団することになった。2015から16年シーズン、18アシストを記録しリーグ優勝に、貢献、18アシストはリーグアンの新記録となった。 2017年2月14日、欧州シエルの FC、バルセロナ戦では2得点を決めて、ファースト、レグの勝利に貢献した。2017年4月1日に行われたクープル、フランス決勝、エースモナコとの試合では、得点を決め、優勝に貢献した。2007年に行われたフフ、FIFAU-20 ワールドカップでは3得点を記録して、優勝に貢献し、 多くのビッグクラブの注目を集めた。2008年の北京オリンピックではラッキーボーイ的な存在となりアルゼンチンの金メダル獲得に貢献した。準々決勝のオランダ戦では延長後半でチームを準決勝へ導くゴールを決め、決勝のナイジェリア戦ではカウンターから決勝点となる鮮やかなループシュートを決めた。2008年9月6日に アルゼンチン代表デビューした。2009から10シーズンはリーグトップの12アシストを決め優勝に貢献。ディエゴ・マラドーナからは2年以内に世界的なスター選手になると言われた。ディマリアはそのシーズン、ポルトガルリーグ最優秀選手に選ばれた。2010年 FIFA ワールドカップ南アフリカ大会にも出場し、ギリシャ戦を除く全ての試合に先発出場した。 2014年 FIFA フフワールドカップブラジル大会決勝トーナメント1回戦スイス戦では延長後半に決勝ゴールを決めアルゼンチンの準々決勝進出を助けたがベルギー戦で負傷し途中交代以降の試合を欠場した2018年 FIFA フフワールドカップロシア大会決勝トーナメント1回戦フランス戦でミドルシュートで1ゴールを決めたが4から3で敗れた 優れたドリブルを持ち、左右どちらのサイドでもプレーすることができるアタッカー。レアルマドリードではウィングで起用されることが多いが、ウィングとしては発想と判断力を重視してプレーし、またジョゼモーリーニョのもとで守備への意識を強く持つようになった。ゴールパフォーマンスには、コラソン、指で、ハートマークを作るパフォーマンスを多用している。キリスト教を信仰しており、試合前には、 ロッカールームでお祈りを欠かさない。また、腕に、入れ墨で地元である、ペルドリエル地区に対するメッセージを入れており、試合前にはその入れ墨にキスをしているという。国際 A マッチ87試合19得点。通算、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。